ヤホーこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は INI の We Are という楽曲ですね。こちら皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。前回の曲、Call 119、ごめんなさいね、119とか言ってたんですけど、Call 119の楽曲ですね。あちらとはまたちょっと違う爽やかな楽曲っていうところでお話聞いております。早速見ていきましょう。青空、いい天気、最高。やっぱこれぐらいの天気の良さちょっと見たいな。最近曇ってんだよね、ちょっとね。待って、好き。はい、もう開始数秒で私好みの曲だっていうことが判明した。待って、やばい。ちょっとさ、この藤巻くん、これ目キュルキュル案件なんじゃない？もう藤巻くんのための曲だと言っていいと思うんだけど、どうかしら。このグルグルにちょっとやっぱやられる女子はいると思う。 MG ね、可愛いねこれね。描いた未来、結構切るんだねここね。待って、佐野優めっちゃいいじゃん。なんかさ、マジか。佐野優割と今までさ、息漏れ系の音、もう本当にがっつり柔らかい声でしか歌ってなかったと思うのよ。うん、MV の中では。そう、なんだけど、なんかここに来てあんまり息漏れしてない。まあもちろんタッチは柔らかいタッチなんだけど。うん、そうね。比較的音の鳴りがね、ある状態でしっかり歌っている気がして、すごくいいんじゃないかな。ありがとうございます。もう、本当に。行き先のリヒト。いい声。ほんで、なんか、いや、やっぱスパイスだわ。なんかさ、彼の、なんだろうな、音に対しての安心感とか、その信頼みたいなものが、もう勝手に私は芽生えてるから、すごいスーッと入ってくるね、胸にね。いいね。D と K の、この破裂系の音、だとか、かとか、こういう感じの音っていうのが、すごくこう、はっきり立ったような状態で聞こえてくるんですが、そこの強さめっちゃ好き。気分さ、エッチボイスね、やっちゃうよねそりゃね。ここ今誰だった？タケルくん？タケルくんだね。なんか初めて普通に歌ってるところを見た気がするんだけど、 MV。 いいね、西くんのパートなんかすごいいいな。ランダムプレイジャーダメだと、この弾み方ね、すごいいいパート。ここ、出してみるよ、好き。西くんのね、このパートの消化の仕方が私はね、素晴らしいと思う、本当に。もう今瞬時で分かったよね、今高塚くんに声が変わったのがね、うん、フェンフェンからの高塚くん。語尾の息、 You and I、 息がねファッと抜ける感じがすごく爽やかで素敵。一人じゃないって、ここのちょっと鼻にハッてこうちょっとかけていくような感じが高塚くんの音の特徴だと思うんだけど、ここすごくいい。めっちゃ特徴的だし、すごい耳に残る。ここ、ここキム兄ね、また優しい声なのね、キム兄ね。スーパーさ広げ大地を蹴って、まだ
割とこう息漏れ系の音を使ってるね。翼広げってこうしっかり鳴らすっていうよりかは、翼広げどっちかっていうと空気を含んだちょっと爽やかな音質っていうところを使ってるんじゃないかなと思いますね。タジセンターなのね、素敵。なんか私結局タジすげえ好きだよねって気づいてる最近。いいね。闇を越え切り開、なんかね面白いことしてんな誰か。誰か言ってねこれ言ってないかな、なんか誰かやってる気がするんだけどな、誰だろう。でごめんねいっぱい止めるけど、ひらこうの言い方ちょっとやんちゃなの、わかる。これひらひらなの描くよね、すごい描いてくるよね。メイケー、ここもエッジボイスにしてたかな。あーやってんな。あーちょっと待って、好き。は、え待って、たくみくんかっこよくないこれ。そうだね、なんかもうほんと爽やかキムニーって感じだわ。あんまりねこうバチバチ鳴らしていかないっていう。誰も、あえてこの誰もとか特にそうかも。誰も止められない go。 だん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 この止められないで多分普通のニュアンスになって go で H ボイスに go 落ちていくっていう感じなんじゃないかな。かわいい。待って無理だよ、タジ。目を開ければ思わずにわおこの韻の踏み方すごい好きだわ。またわからなくなった。やっぱアクセントではこっち系使ってくんだね、チャッチャってこういう音ね。またわからなくなったのさ、ここのタとここのタ違うのわかります？またわからなくなっちゃ、どっちかっていうとこっちのタ、またの方はまあ日本人がよく使うまたとか明日とかそういう系のタなんだけど、こっちの後ろのねアクセント系のタに関してはちゃちゃこういう風に音変えてますね。そら見上げたら、結構切るねここね。いいねフェンフェン。予報外れののさ、予報の方わかります？ここの方ってさ H の音だと思うんですけど、ちょっとこの H がさ緩くなって予報外れみたいな感じになってるのわかる？これこれ激萌じゃない？かわいい。見舞われた。ちょっと、これは、やばいな。これ何？これ誰？何やってんのこれ。めっちゃ可愛いんだけど、すごくない？なんか、これ屋根役なのかな？で、この、ちょっとね、フェンフェンを連れていく MG がちょっとおじさまっぽいのがまたちょっとね、女子の心をくすぐるっていうね。フェンフェンの音がする。ここ。めっちゃ、この力かな。力の言い方だと思う。多分私。力、このラだな。ラ。力、そうね。ちょっと舌先感が強いのかもしんない。このアタックするときの舌が、下ベロがさ、上の壁にこうタッチするときの、この下のこの突き方がもしかしたら、普通の人よりも範囲が狭くて、力、ラ、こういう感じになってるのかもしんないね、これね。
でもちょっとほんと、たけるくんね、ほんとになんかさ、今まで結構さ、ね、喉仏ギョエーンって上げた声出してたりとか、逆にすごい息漏れさせた声出してたりとかしてたと思うんだけど、なんかここでほんとに改めて、彼の声っていうのをすごくこう感じれるシーンなんじゃないかな。さっきのパートもそうだったんだけど、よりここはちょっと長く歌ってくれてるから。なんか安心した。なんかそれこそオーディションの時はさ、結構まあストレスとか緊張とか不安とかね、いろいろあったと思うんですよ。で、そんな中で歌わなきゃいけなかったりとかしたからさ、少しこう喉がね、ぐっとこう締まったり、あとはまあ力んだようなね、質感になってたりとかっていうのあったと思うんだけど、なんかこういう声を聞いてね、すごく安心した私は。このテンション感のね、変え方すごいね。暗闇さえもっていうところって割と息漏れっぽい。しかも音程もそんなに高くないから、すごいテンション感的には下がってる部分だと思うんだけど。暗闇さえも。こういう感じでね、下げてるところを。ここに急にギョイーンと上げれますかっていうところなんですよね。これだけさ、この強弱のね、バランスが全然違うのが来てもちゃんと歌えるっていうのはさすがですよね。はい、ということでございますね。で、ごめん、私ちょっとワンワンないよりね、こっちかもしれない。かわいい、こっち。曲も明るくて、なんか聴いててすごい気持ちいいし、色味もね、すごいカラフルだったりとかして、聴いてるだけで元気出るね。ちょっと、たくみくんさ、たくみくん、マジ迎え来て、ほんと、お願い。たくみくんマジ迎えに来て系男子じゃない？これ完全にこれで学校の前で待っててほしいやつだよね。もう見事なまでに迎えに来て系男子、マジでやばい。マジさ、ちょっと待って、高近くんさ、子犬化してる？可愛いんだけど。さ、さっきから私ちょこちょこ気になってるんだけど、高塚くんさ、ちょっとこの上からの音取りみたいなのさ、なんかちょいちょい入れてねっていう、さっきからね。いつかきっとってこれ、この上からのこういう音取り。で、まあこれ加工がね、結構強めの楽曲なので、実際の声がさ、どこまでこう上から取ってるのかっていうのがちょっとね、見えにくいところでもあるんだけど、こういうニュアンスね、割とね、さっきから入ってきてるんだよね。この、また高塚くんとはちょっとさ、この高塚くんって結構明るい系の音を今ね、採用されてたじゃないですか。うん。られるさって結構明るいじゃん、音が。それに比べるとさ、結構この匠くんっていうのはそんなにこう明るい系の音じゃないから、止められない。逆にちょっと落ち着いてる。うん。だからやっぱり迎えに来てけ男子の音なんだよね、これがね。いやだ、ちょっと、たぐみくんちょっとかっこいいんだけど、どうする、みんな。やばくない、なんか。キムになんか、すごいけど。このさ、もうなんか、あれ風吹いたかなっていうぐらいの、この柔らかい音っていうか、このさーっていう息の漏れる音も一緒に聞こえてくると思うんだけど、この質感ね、キムニーこの曲すごい使ってくるなーっていう感じ。天使？天使かな？人にはあれなんだね、歌わないパターン、なんか後ろで鳴ってるパターンなのね。素敵。聞いた今。このさ、心を通じ合って、互いに支え合えのこの語尾ですね。これ聞いて。ちょっときょうちゃん投げてるのよね。
わかる？心通じ合って互いに支え、なんかこういう感じなんだよねこれ。心通じ合って互いに支え、もうなんか大富豪みたいなね、フェンフェン大富豪みたいな感じだけどね、すごいね、もう両手広げまくって Gonna be together 上から落とす、wow、 どういうこと？あ、もうキョウちゃんの目がキュリキュリしてるのがもう見えるわ私。で、これ何？出てきたよ、同じ人が。言ってるかな、きょうちゃんね。ちょっと待ってよ。メロディーいいね。で、この開放感もすごく素敵。あの、狭いところで撮ってるよりも、やっぱこう広いところで撮ってる時のこの気持ちよさ。なんかさっきのまあ、フェンフェンじゃないけど、やっぱり両手広げたくなる気持ちよさっていうかさ、そういうのやっぱ感じるよね。ちょっと待って。もう、たくみキュンがさ、もうキュンキュンなのよ、ちょっと。って言ってるのかな、めっちゃ綺麗だね。やっぱさ、藤巻くんってやっぱこういう曲本当に似合うっていうか、彼のまあ元々持ってる音がさ、すごくこう爽やかでクリアなね、綺麗な音を持ってるじゃないですか。そうだからこそこういうやっぱ爽やか系の音楽ってのはやっぱ合うよね。なんかコールワンマンナインの時もまあ全然素敵だったと思うんだけど、なんかどっちかっていうとああいう系の楽曲になると、あの音が強い人がさ、すごい勝つっていうか、うん、まあ高塚くんとか特にそうだよね、とかまあフェンフェンとかもそうだと思うんだけど、結構こう強い系、ジリジリバリバリなっていく系の人が強いなっていうイメージがやっぱあるから、ああいうところでは比較的こうスパイス的な役割、あら、なんか急に綺麗なの来たぞみたいなスパイス的な役割になってて、今回みたいなのはやっぱ主役になるよねっていう、うん、なんかそういう彼のこのなんだろう、楽曲によってのこうね、立ち位置の違いみたいなのもすごくやっぱ面白いよね。あらららららら、誰も止められない、これ綺麗だったね、今音のつなぎ聞いた？ちゃったー、上から撮ったねこれね。ちょっと待って。やっぱちょっとハーフパンツパトロール隊としては、ちょっとこれは見逃せない案件でございましてですね。はい、MJ だけですね。ハーフパンツ、正解です。ありがとうございます。ちょっと運営さん、本当にすいません。ありがとうございます。あの、全然私の動画なんか多分見てないと思うんですけれども。やっぱ前回、あの、ちょっとね、あの、想像とは違うメンバーがハーフパンツになっていたというところで、ちょっと先子的には、その人じゃないんじゃないかいっていうところで、ちょっとやっぱりね、ハーフパンツパトロール隊としては言っとかないといけないなっていうところで、ちょっと前回かな、なんだったっけ、ブライターとかだったかな、あそこでね、ちょっと言わせていただいたんですけれども、今回は MJ でございます。わかります。佐野優 MJ あたりじゃないかな、ハーフパンツね、あの、パトロール隊としてはですよ。あの、もちろんファンの皆さんは、あの、キムニーのハーフパンツが見たい、タジのハーフパンツが見たい、ね、西君のハーフパンツが見たい、わかんないです。それを思ってる方々いるかもしれないですよ。ただ、私はやっぱちょっと MJ かな、ハーフパンツになるなら MJ か佐野優かなっていうところはね、うん、感じている部分でしたので、今回、本当にあの、素晴らしい人選だったなというふうに思っております。ありがとうございます。え、なんかちょっと待って、真ん中の人何？誰これ？ちょっと待って、誰？これ誰ですか？うわー、待って、西くんの衣装面白いね、これどうなってんのこれ、スカートみたいになってる？え、わかんない、わかんないけど、ちょっとわかる人教えてください。はい、ってことで終わりなのかな。うわー、素敵ー、なんかすごい爽やかな曲じゃん、めっちゃ好きだよ。あ、西くんあれかな？上が長いってことなのかな？それでスカートっぽく見えたのかな？やだ、もう西くんにスカート履かせるわけないじゃんね。ごめんなさい、本当に。これね、このシーンすごい可
かったからもうちょっと寄って欲しかったんだけど、アップのさ、ここら辺からの MJ 欲しくない？ちょっと。私的にはやっぱちょっとアップ、MJ のアップ、ね、なんでかっていうとさ、私たちとか、まあ、他のね、YouTuber さんとかもそうだと思うんですけど、サムネイルね。これサムネイルで結構ね、誰のアップを使うかとか、誰をこう選んでいくかってすごい大事なんですけど、ブランコ乗ってる MJ サムネにしたかったな。まあそれこそロケティアとかで言うと、高塚くんのさ、アップだったりとかっていうのすごい良かったじゃん。ああいう感じの、うわーってちょっと一回ビジュアルで殺しに来るシーンって欲しくて、ちょっと期待してたんだけど、あんまりね、この、ね、こうドアップじゃないけどさ、まあ、そんなに毛穴がね見えるほど近づいてほしいとは言わないんですけど、もうちょっと近くてもよかったんじゃないかなとかって思うんですよね。ちょっとそういうこう注目カットみたいなのがなかったのが、そうね。まあ、でもちょっとたくみくんがね、今回ちょっと爆イケで、完全に迎えに来てほしい系男子だったので、ちょっとそのあたりは一つ収穫、私としては大きな収穫だったっていうところでございましたね。はい、ということで今日はねこんな感じで終わりたいと思います。もう本当に毎回好き勝手語らせていただいてるんですけれども、皆さんもねぜひぜひ感想あればコメントいただけたらと思います。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。